どうもどうも、まさとです。今回は下鴨神社の方に来ております。では、タダスの森、歩いていきます。左に行くと河合神社がありますけれども、これは次回訪れます。今日は下鴨神社の方へ先に参りたいと思います。今は冬なので、こういう風な風景になっておりますけれども、新緑の季節に訪れると緑でいい感じな風景が広がっていると思います。このタダスの森、結構距離ありますね。ここが馬場ですね。タダスの森の横にあるこの道、葵祭りの前に行われる流鏑馬で、馬が走る場所ですね、がここになります。3月3日、今日の流し日、もう少しですね、2日後ですね、日曜日行われるようです。君が代で歌われたサザレイシがこれです。ここが相生の社ですね。縁結びにご利益があるという場所でございます。恋愛面以外にも良い人との縁、仕事の縁、で子供との縁などを結ぶ、ご利益がある場所です。
イノシシです。大きいイノシシの山がこちらにございます。で、御朱印の方をいただきに行きます。はい、下鴨神社で御朱印帳ゲットしました。そして御朱印の方もいただきました。こちらがみたらし池になります。みたらし団子の起源になった場所ですね。以上、下鴨神社からお送りしました。